オリックスが外国人選手のトーマスを獲得したことについて、野球ファンからは期待の声が高まっている。トーマスは大柄な体格ながらも守備面でプラスを稼ぎつつ、強打力と一定のコンタクト能力を兼ね備えているため、チームにとって貴重な資源になる可能性がある。彼は元西部のニールと、義兄弟の関係にあり、家族間のつながりも注目されている。さらに 大学時代ののの同級生であるるノイジーートレードの経歴も持っているファンの中には、トーマスがボグセビック並みの活躍を見せることを期待する声もあるが、一方で野球は無理だろうと懐疑的な意見も見られる。オリックスは他にも大物選手の獲得を狙っているようで、ファンは今後の動きに注目している、トーマスの契約金は約1億1000万円であり、これは他の外国人選手と比べても高い水準である。 オリックスの経済力を示すとともに、チームが成功を追求する姿勢を示している、トーマスが怪我に強いことや、穴埋めの能力も評価されており、彼の活躍に大多くのファンが期待を寄せている。